この時間パラスポ三角山お送りしております。ここからの時間は山形翼と小田裕也でお送りしていきます。父さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回もそうでしたけども、はい、戸田さん、はい、今どちらにいらっしゃるんでしたっけ。 今ですね、はい、東京都の羽田におりました。あ、羽田に羽田、まあ空港の近くのホテルに移動して、移動ですよね。はい、あの前は、前回はそうですよね、成田の政府が用意している、はい、ホテルで隔離をしていた、うん、なかなかこうね厳しい、一歩も外に出れないという、はい、羽田のホテルだと、うん、一歩も外出れないって感じではなくて、その朝食を食べに行ったりとか、はい、そういう、なんて言うんだろう、ちょっとした自由って言ったらあれですけど、はい、あるので、まあ、うんうん、成田のホテルに比べたら、人間らしい。だいぶ、まあ、羽を前回とは言わずとも、ちょっと伸ばせるぐらいの。羽を伸ばせると言ったら、まあ、隔離中なんで。まあね。限られてますけどね。そう、限られて。うん、あの、部屋からちょっと出られるっていうのがまたね。うん。やっぱ違うんですよ、やっぱり。そうですよね。うん。いや、よかったです。それも、そうそう、あと、数日間ですもんね。そうですね。はい、あと、あ、うんと、13日までなので、うんうんうん。まだちょっとあるかな。もうしばらくだから耐え忍んでということではいはい、はい、ということで、はい、今日も戸田さんは、羽田の、ホテルから、はい、まあ、リモートという形で登場いただいております。 であの前回その番組の終わり際に、はい、あの戸田さんからもうだいぶ重大発表がさらっとされたんですけどさらっと終わりましたね。あのこの4月から、はい、戸田さん、あの、その仕事場が変わるっていう話で。そうなんです。仕事、そう、なんか、うん、そう、転職ではないんです。転職じゃないけど、その仕事する、まあ、環境が変わるというか。はい、そうです、北海道庁に属していながら、うん、東京の、うん、東京事務所付けの。っていう表現されてましたね。うん、そこまで言ったんでしたっけ？そこまで言ってました。ああ、東京の事務所ってなんだろうなって思いながら終わりました。そう、東京に住むんです。そうですよね。で、東京で1年間働くっていうのは決まってまして、はいはい、で、東京事務所で働くのかと普通は思うかもしれないんですけども、うん、はい、実はですね、研修派遣という形で、企業に行くんです。ほう。ほう。その企業が、どこかっていうのもね、今日ね。やった。どんだけ引っ張るのよ。やっと明らかになる。本当に待ちましたよ。すいません。そうなんです。そんなわけで今日はその鍵を、まあ、一つ握っている。そう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 。ゲストの方を、この番組にお迎えして、はい。お話を伺いたいと思います。それでは登場いただきましょう。はい、約1年は経っていないかもしれないですけど、お久しぶりのこの方です。女子パラパワーリフティング選手の山本恵里さんです。恵里さんよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お久しぶりです。日本財団パラリンピックサポートセンター、女子55キロ級の山本恵里です。よろしくお願いします。イェーイ。もうまた呼んでいただけて嬉しいです。いや、前回ね、それこそこのゲスト会っていうので、男子の、真島誠選手と、うんうんうん、それに続いて山本恵里さんっていうね、うんうん、パラパワーリフティング、まあ、談義に非常に花が咲いて面白かったですよね。面白かったですよね。マッシーさんもめちゃめちゃ面白かったけど、まあ、恵里さんもね、だいぶ盛り上がりましたけど、何本撮りましたっけ。あれでも1ヶ月以上のね、だいぶ連続回になってそうですよね。そう、うん、山本恵里さんの人生を追ってきましたからね、はい、前回。そうそうそうだそうだ、そうそう、生まれてから今までの、そう、嬉しい。そうそうそう、みんなに私の人生聞いていただいたんですね。ありがとうございます。必ずそのポイントで重要人物に会うっていう話をしたんです。すごい覚えます。そうだそうだそうでした。はい、なんかそう、それがそうなんですよね。おじさんっていう話、おじさんとか、そう、私のターニングポイントには必ずおじさんがいるっていう。おじさんがいるって、そうだ。重要人物はおじさんだったっていう、ね。おじさんだったっていうのがあるんですけど、
なんかね、私また天気が来ようとしてまして。おえ、うん、そうなんですよね。えそうそう。またなんか、いや、おじさんが絡んでるんじゃないかなと思ってるんですけど。そんな天気が、ね、またもやおじさんが。そうです。ああ、そうですか。うん、それはじゃあまた、その天気が、ね、訪れてからお話伺いますか。ちょっと、はい、またお話しさせていただけると思いますが。ぜひ、はい、ぜひそれ、いきなり気になる話題から入りましたけど。はい、先ほどなんか戸田さんが気になる話題を引っ張ったので、はい、私もちょっと一緒に引っ張ろうかな。なるほど、はい。全く知らなかったんで、本当に驚きました。そう。で、今日はそのね、戸田さんが非常に、まあ、気になる、お話で入っていきまして、はい、そのね、東京の事務所、だから企業に、同庁職員でありながら、まあ、だから、出向っていう形になるんですか、それは。なんかね、出向って言い方じゃないんですよ。あ、違うんですか。うん、はい、まあでも、出向って言っちゃってもいいんだと思うんですけど、まあでも、研修派遣と。研修派遣。という形なんですよね。はい。はい、で、そう。企業がある中で、はい、今回、その新しい企業に、はい、私が、派遣されると。東京に来るんですね。なるほど。そうなんです。東京都民、都民になっちゃうんですよね。おお、ね。言われないですか、北海道の人、大丈夫ですか、これ。戸田さんが。いや、俺も東京に魂打った、みたいな。いやまあ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 、でも、我々も、待ったをかける間もなく戸田さん行ってしまったんで。そうですよね、本当ね。もう、ね、ぜひ、はい。ぜひ応援をお願いします。いや、そうですね。はい、はい。もうこれは、まあ、どさんこであるのは変わりないですから。うん、そうですね。これからも、戸田さんには、もうこの番組のメインパーソナリティですからね。もう東京から登場いただきますから。うん、はい。ありがとうございます。で、そうそうそう。あ、そうそうそう。どんだけ引っ張るの？どんだけ引っ張るの？そろそろリスナーが今度耐えられなくなってくると思う。そうですね。はい。そうなんで。今日の本題。本題。そう。どこの企業に行くのか。そうなんですよ。ということで、はい、まあ、エリさんが出てくれてるんだけども、はい、エリさんと同じですね。はい。門財団のパラリンピックサポートセンターっていうところですね。なんと。お仕事をすることになりました。ほら、山形さん、私の天気にはおじさんがいるでしょ？これです。私の重大発表。そういう伏線だったのか。あ、おじさんって私のこと？そう。なんか自分のおじさんって言われてることに気づいてなかった。あれあれあれ、私なんかまたこの春から面白いこと起こりそうだなっていう天気だと思ったんですけど。そういうことか。はい。なるほどね。はい、まず、戸田さんがおじさんっていうのを受け入れられてないようで。そう。まずそこに、あ、俺その天気になるおじさんって、なんかもうちょっと上の方をイメージしてたんですよ、ね。すいません。あ、そろそろ私たち おじさんおばさんになってきてるんですね。いや、はい、まあ。いや、まだ全然納得できてないみたいですから。という。あ、そういうことだったんですね。はい、うん、そうです。なるほど。そう。だから、エリさんのと一緒に本当に働いて、競技も、一緒。ということですよね。という、まさかね、こういう展開になるとは僕も想像してなかったんですけど。うん、いや、だから、もう、東京にいらっしゃるっていうことは、もう、日本財団パラリンピックサポートセンター所属になっていらっしゃるんですもんね、もう。そうです。4月1日から、日本、はい、うん、財団のパラサポ研修派遣っていう形なんです。はい。でもちろん、メンバーになる。うん。でも、パラサポの名刺も持つし、へー、パラサポの職員ですっていうのは、そうそう、表向きにはっていうのかな。うん、うん。うん。他の自治体の方とかも結構いらっしゃったりして、はい。まあそういうのが、受け入れてくれる、団体さん、あ、団体というかね、財団は受け入れていただけてるので、はい。そう、そういう形で、やらせていただこう、勉強させていただくと。なるほど。はい。で、山本恵里さんとは、まあ、競技仲間でもありながら、同僚になるってことですね。もう、すごいでしょ？すごい。もう、かなりの天気だと思うんですよ、本当に。いや、本当ですよね。ねえ。なんか、エリさん的にはどうですか？戸田さんが同僚になるっていう感覚は。いや、思っても見なかったので。そうですよね。そうですよね。で、しかも、パラサポにとってはですね、今まで私が唯一のアスリートだったんですね。そもそもアスリート雇用みたいなことはしちゃってないので。ああ。はい。私たちは、アスリート雇用そもそもしてないですし、私ももともと正規職員で入って、はい、で、途中から、パラアスリートに転向するということをやってますので。そうでしたね。
はい、所属としては正規の職員なんですよ。なので、まあ、総務だったり、うちは広報だったり、事業部っていうのがある、推進戦略部っていうのがあるんですけど、その、みんなと変わらない職員であるということが、まず私の立ち位置なんですよね。で、その中で、アスリートになったっていうので、そもそも得意なケースだったんですけど、もっと得意なケースが外から入ってくるという、ことになってしまいまして。そういうことですね。はい、しかもね、はい、男女のパラパワーリフターが揃うというのは。いやー、本当ですね。面白いんじゃないですかね。これは面白そうですね。そうか。はい。ちょっとね、誤解のないようにね、はい、お伝えすることお伝えすることが。はい。選手としては北海道庁所属であります。あ、そうなんですよ。そうなんですか。そうです。うん、パラサポでは出ません。おお。まあ、それはね、もちろん北海道もね、はい。それはちょっとってなるじゃないですか。やっぱりね。うんうんうん、北海道の戸田裕也ですからね。そうそうそう。なので、選手として北海道庁で出るので、まあ、アスリートとしてパラサポに行くってわけではなくて、うんうん、あくまでも仕事で、道庁の職員として、はい、パラサポのお仕事をする。すると。で、アスリート活動っていうのは、また別。うん。うん。トレーニングとか、はい、大会に出るとか、うんうん、そういうのは、あくまでも北海道庁の所属でやるので、業務外でやるっていうイメージですね。はい。はい。お仕事は、そこだけ、はい。はい。お仕事はパラサポ。で、競技は、まあ、東京拠点に活動はここでしていくと。そう、所属は北海道庁。北海道庁で。はい、はい。はい、ということで。なんで、まあ、今後、お仕事としては、山本恵里さんと、戸田裕也さんと。そう。はい。でね、パラサポ、いろいろあるんですよ。その、例えば、まあ、何かみたいな。ああ、はい、はい。部になるのかな？総務部とか。推進戦略部っていうのが事業を進めていくところなんですけど、はい。そうそうそう。まあ、もう大きく分けると、総務と、あと、広報と、推進戦略部というこの3つに分かれるんですけど、はい。まあ、推進戦略部の仲間でもあるんですけど、はい。その中でも事業がかなり分かれていて、さまざまな事業を展開しているんですね。はい。はい。その中で、戸田さん、じゃあどこに配属されるかと言いますと、はい、まさに私のチームに配属されてきました。そうなんです。そうなんです。すごいですね。で、まあ、エリさんがリーダーなんです。はい。そのプロジェクトチームっていうか、はい、はい。の、で、だから、まあ、僕はエリさんの下にこうくっついているという。戸田さん後輩になるってことですか？まあまあでも、なんて言うんでしょう、その、あんまりそれは同じ。そう、上下関係がないフラットな組織っていうイメージの中で、はい、まあその中でも誰がリーダーを取って進めていくのかっていうところでは、エリさんがリーダーを取って、で、まあいろんな、業務を僕が主担当でやることもあるし、うん、ということで、なるほど、会議にはね、ちょっとね、打ち合わせ的なものは参加させてもらったんです。オンラインでね。はい。うん、で、いろいろ資料とかね、見させてもらって。僕もやっとなんか、こういうことをやって、で、こういうメンバーで、こういうふうに進めていくんだっていうのがなんとなくやっと分かってきた。今日この頃。うん。面白いですよ。だってもうオンラインで、まあ一年ぐらいね、皆さんオンラインで今会議やられてる方も結構いらっしゃると思うんですけど、はい、チーム会議見たときに、なんか、はじめましてってみんな言ってるんですけど、はい、私全然はじめましてじゃない人がいると思う。一人めちゃくちゃ知ってる人がいるってことですよ、ね。なんだったら誰よりも知ってる人がいるみたいな感じ。いや、だから、なんか会議でも結構パラサポの人いろいろメッセンジャーとかでもお世話になってて。はい。はい、結構みんないろいろ知ってるなって。ああ、そっかそっか。もともとそれぞれでお付き合いある方もね、中にはいらっしゃって。そうなんです。その中にもうよく知る二人がお互いに。そうです、そうです。なんだったらもうこの前まで20日間一緒に、ね、イギリスとか、ずっと来たみたいな人がいて。本当ですよね。なんか不思議な感じですけどね。戸田さんどうですか、そのパラサポの仕事。まあまだね、だいぶちょっと、隔離期間もあるっていうことで、でね、まだ慣れてい行くっていうところでは、うん。もうちょっとですか。出勤はね、はい、14日からになるんですよ。うんうんうん、でも今の段階で、はい、オンラインで、はい、いろいろ勉強、お勉強とかね、はい、打ち合わせとかっていうのを、ちょっと参加させてもらってるんですけども、はい、一番びっくりしたこと言っていいですか？お、何でしょう？パソコンとね、スマホをね、はい、与えられたんです。はい、
専用の。専用の。なんか、じゃあ民間企業って当たり前なのかもしれないけれども、はい、なんか、同職員としては、はい、え、自分のパソコンと、え、スマホもみたいな。なんか最近の北海道新聞に、はい、同職員にスマホ対応みたいな形で、はい、記事出てたの見ました ?2 日前ぐらいに。あ、僕まだ見てないですね、それ。なんかね、来年度、はい、みんなに配るんですって。へぇ、ただ、それは、インターネットとかは通じないみたいな。なんか、限定されてるんだ。なんか、職員同士のやり取りができるような。ああ、なるほど。専用スマホっていうふうに記事に書いてました。はい。で、その前に僕はちょっとね、パラサポさんから iPhone をね、iPhone と、あれですよ、パソコンを提供いただいて、はい、これで仕事をしてくださいと。ほう。あ、なんか感動しました、僕。エリさん、これが戸田さん今一番パラサポに来て驚いてるところだそうで。いやー、そんなことで驚いちゃいけないですよね。てか、多分ね、それって一番、仕事を円滑にというか、いつでもリーチできて、はい、かつ、なんだろう、この仕事すぐに頼めるっていうツールじゃないですか、その二つは。はいはいはい。だから、私たちにとっては鉄則なんですよ、それ持ってることは。で、そのコンディションがないと仕事できないって言われたら終わりじゃないですか。そうか、そうか。そう。だから、いつでも電話できて、かつ、いつでもちゃんと書類を作れる、はい、なんとか進められるっていうパソコンの環境がないと。なるほど。うん、つまりは、戸田さん、もう今すぐに動けるようにということですね。そう。そうですか。でも、同じプロジェクトだから、もうお仕事を今後一緒にしていくっていうことですね。そうですね。だからもう最初は本当、エリさんの、うん、はい、について、はい、エリさんの仕事をもう見させてもらいながら、うんうんうん、はい、で、まあ、合宿行ったり、うんうんうん、大会行ったりっていうも同じスケジュールになるので、でね、まあ、エリさんの弟みたいな感じです。ちょっと待って、ちょっと待って。下につくんだ。弟、弟、うん、なんかイメージでは、年齢は僕の方が一個上なんですけど。そうそう。はい、いや、そうですよね。西野さんには、ぜひそこはクリアにしてもらっていいですか、はい、おじさんって呼んだ方には、彼の方が一個上だから。大事ですね。学年上は1個上ですもんね。1個上ですから、はい、お願いします。1個上なんですけど、まあ、エリさんがリーダーだし、はい、ちょっと仕事をね、見させてもらう、教えてもらうっていう立場でもあるので。では、弟分っていう。弟分っていう気持ちでいきたいな。なるほど。はい。だそうです。じゃあ今度からキャッチコピーそうしたらいいんじゃないですか。山本恵里の弟分、戸田ゆうそれはどうなんだろう。いいです。いいです、ね。あ、それいいです。全然良くない、良くない。まあでもね、これからだから何かと戸田さんのこのお仕事に関してのお話とかも、うん、まあ、山本恵里さんがすごく関わってきそうですね。はい。いや、本当に本当にそうなんですよ。ね、本当、はい、そう、戸田さんと一緒に愛していただければ、戸さんこの方々。いや、もうこれはもうたびたび名前が登場します。まあ、この番組にも出てもらってますしね。もう、はい、嬉しい。すごくちょっとパラサポさんとね。そうですね。やっぱ三角山放送局というかね。はい。うん、ね、ぜひ、まだ、キャラクターのかなり濃い人たち、はい、結構いるのでね、ぜひお願いします。そうですね、はい、そうそうそう、なんかどんどんね、うんうんうん、こう、いろんな人を呼んでね、ぜひぜひ。いや、なんかこうね、パラサコさんと ね、お近づきになれたらね。ぜひぜひ。今度はあれですよ、多分、今までは山形さんと戸田さんが二人並んで、はい、私に話を聞いててくれたじゃないですか。はいはい、いつか今度は、山形さんそちら一人で、はい、戸田さんと私が同じ画面に並ぶっていうことが出てくるかもしれませんよね。ということですよね。ね、あるね。いや、全然ありますよね。また、はい、はい。それ面白くないですか？いや、めちゃめちゃ面白いですよ。なんで僕、スタジオで一人で回してるんだろうって。そういうことがあるかもしれません。ね、そう。あれみたいな。まあだから、情報、今後だから、はい、本当そうですね。パラサポから、戸田さんと、まあ、その横に山本恵里さんもいて、ホットな情報を、うん、もうそれこそね、東京から北海道に。いや、本当にここがね、まだちょっと勤務できてないんですけど、はい、おそらくここが中心地、うん、パラスポーツの、はい、いろんな情報も集まってきて、いろんなこう仕事を展開してる。はい。いや、そう。というふうに、うね、もう思いますので。うん、なんかね、それをね、リアルにこう伝えていけたらな。はい。ぜひ、それを届けるの戸田さんですから。ぜひ。ちゃんと引き出してくださいね。いや、もう頑張りますよ。もう、それはもう、僕も頑張らせていただきますけど。ちょっとコロナ落ち着いたら、はい、山形さんも社長も、はい、ぜひ、東京に。そうなんですよね。ね。そう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 。東京で収録しましょう。
いいですね。すごい。できるんですか、それ。いや、我々はもう何でもやらせていただきます。はい。何でもやらせていただきますよ。はい、行った先で、なんか撮っ、あ、やります、ね。機材持ってね。もう僕はもう機材回しながらこう、インタビューしますから。あ、はい。それをパラサポで撮る。うん。できる、できる。できますね。はい。いいじゃないですか。いや、それ、すごく理想です。はい。そうそう、それでなんか、そうそうそう、結構僕も、ヘンリー王子に会った話とか。はいはいはい。パラアリーナ。はい。もう再開になるんで、おお。ちょっとコロナで、閉まってたんですけど、はい、また再開されたんで、はい。そことかもね、山形さんにも見てほしいなって思ったり。そうですよね。それこそこの競技をしている実際のその環境とかも、そうそう。まだ見たことないんで。そう。そう。この間、戸田さんが旭ヶ丘高校で、20キロのバーベルを、もうこうやって上げてるとこしか僕見たことないんで。いや、見たことないですよね、俺の。ないです。なんか、リアルな。リアルな戸田さんの競技姿見たことないんですよ。20キロしか見たことないんですか、まだ。ないです、ないです。映像ではあるけど。映像では、あ、もちろんこの間の、マンチェスターの大会とかはちゃんとオンラインで見てましたけど。多分ね、リアルで見たら全然違いますよ。やっぱそうですよね。あ、なんかね、こう、ボンと上げた時に、こう、はい、肩が、やっぱ100キロ超えてくるとカタカタ言いますからね、多分。ああ。こう、バーベルがぶつかる音とか、こう、プレートがぶつかる音とかを感じながら、で、下ろす時にもガタガタって言いながら、こう、下ろすっていうのが、やっぱり100キロ超えてくる音の凄さだなって思うんで。いやですよね。戸田さんのやっぱりルーティーンをすごく重要だっていうのは知ってるんですけど、ルーティーンをまだ見たことないんで、うん、リアルに。もうこの間なんて、この前ルーティーンしなかった。インタビュー受けながら、こう答えながらやってましたもん。この前ルーティーンしなかったでしたっけ？そう、あの時はね、多分ルーティーンしてない。あ、ルーティーンがあるんだっていう話をしながら。そういうの大切ですよ、戸田さん。すごい大切。20キロでもちゃんと ルーティンやらないと試合でも抜けますからね。やっぱりアスチャレメッセンジャーとしてはやっぱりこういうところもね伝えていかないとね。そうですよね。いやいや、選手として軽い重量化でもちゃんとルーティンを大切にするというのはとても大切なんです。わ、はい、そうですか。いろいろ怒られて、今怒られてます。公開で怒られてますけど。公開で怒られて、公開説教ですけど。はい。いや、今後だからすごく、ホットな話題が、もうこのパラスポ界隈のね、ホットな話題が、まあ、戸田さんから、まあ、このラジオ、電波を通じて皆さんにもお届けできるかなと思いますんで、ぜひ、まあ、そのキーマンである山本英二さんにも、たびたびね、ちょっとお世話になりながら。そうですね、リーダーも。はい、リーダーですかね。リーダー、山本英二さんと一緒に、戸田さん、いろいろ持ってきてください、話題を。はい。はい、ぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんがね、はい、なんかこう求めてる楽しい情報、そうですね、はい、うん、発信できればなと思いますので、はい、はい、で次回もですね、山本英二さんにまた登場いただいて、はい、お願いします。次はじゃあパワーリフティングのお話ししましょうか。そうですね、はい、ちょっと競技のお話も、お二人のね、うん、お話それぞれ伺っていきたいなと思いますので、はい、引き続き、お付き合いください。では山本英二さん、昨年の流れ覚えてますか？はい、はい、大丈夫だと思います、はい、山形戸田でゲストっていう流れでいきますんで、はい、大丈夫です。はい、では締めたいと思います。この時間パラスポ三角山、山形翼と戸田裕也と山本英二でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。